カワイアハオ教会の外観カワイアハオ教会の内部1828年に完成した4回目の草吹きのカワイアハオ教会地図カワイアハオ教会はアメリカ合衆国ハワイ州のオアフ島ホノルル市内の中心部にあるプロテスタント教会で1836から1842年にかけて建てられたものであるハワイ宣教センター歴史サイトとともに1962年には アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されて196年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。ハワイで一番古い教会の一つで一番古い教会はハワイ島の木イカウア教会である。両教会ともに改修派の教会である。カワイアハオ教会はカメハメハ大王の死後、彼の妻のカワフマヌセッショウの命で、 カメハメハニセヨウび三世の時代に、オアフ島ホノルル北二21度18分15秒、整形157度51分28秒、北伊21.3043度整形157.8579度、21.3043-157.8579に建設された。選挙団体のアメリカンボードから派遣されて、ハワイ島の木イカウア教会を創始したエサ。 サーストン牧師と同じ船で1820年に着いたハイラム・ビンガム牧師の設計でニューイングランド形式の教会である。1836年から1842年にかけて建設されて、たくさんのサンゴの岩を海中から運んで建てられた。当時、カトリックの平和の聖母大聖堂もホノルルに建設されていて、それは1840年に建設が始まり、 1843年に完成している。カワイアハオ教会に遅れるところ1年である。カワイアハオハオ女宗長の水というような意味という名称は1853年まで使われなかった。カワイアハオ教会へはカメハメハ王朝それに続くカラカウア王朝の貴族たちがしばしば訪れている。2階のガラリーには こうした貴族たち12人の肖像が飾られている。ルナリローは父と一緒にこの教会の前提に葬られている。ハイ王朝の王族がすべてカワイア派を教会と関係したわけではない。カメハメ派4世と妻のエマは聖公会の熱心な信者でハワイ聖公会を設立して、それが今日は米国聖公会の一部となっている。 彼らは、西安で礼大聖堂の建設を進め、そこを、カワイアハオ教会の代わりに、王族の礼拝場所とした。カメハメハ5世、カラカウは、ハワイ王朝最後の女王リリウオカラにも、すべて西安で礼大聖堂を使っている。ただしリリウオカラには、カワイアハオ教会の聖火隊を指揮したので、亡くなった時には、カワイアハオ教会で葬儀を行い、イオラニ宮殿に葬られた。 ありがとうございます。